参りましたね。なんかトイレが使用禁止になっとったもんで、うん、まずい。なんか使用禁止って言われるとトイレしたくなってしまうからね。その船ですからね。で適当に歩いとった割にはちゃんと、バッとシャツとかやな。それ、あ、待って行ってみようか。あ、元の地に戻ってきましたけど、おお、すごい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 。タクシーも、フォーリンフレンドリータクシー。ここにたこ焼き屋さんもある。あ、ここは一歩通行。まあそうやな、この歩数だよもんね。ああ、いい感じで登ってって、あ、100円自販機がある。普通に100円自販機って安い方のはずですからね。まあ、この後価格崩壊をね、おそらく大阪で見ることになるとは思いますけど、どうなんやろ、淀屋橋の方とかってどうなんやろね。いいですね、京都の街をこうブラブラと歩きながら。まだ朝早いですからね。で、余裕かましとったら大阪にえらい遅い時間に着いたりしますからね。あと歩いて10分。お、清水ウェディング、結婚式で舞台から取り上げたらいけませんけどね。いや、わ、でもタクシーいっぱいだな。おお、すごいな。観光が落ち着いとるとはいえ、言うてやっぱ京都ですもんね。うん、朝一やけお客さんも多いね。まあこの辺り朝から回る方はやっぱ一泊されてる方が多いのかな。うん、あんまでも観光バスもまあまあ止まってますね。まあ多分全盛期は全然こんなもんじゃなかったんじゃないはずなんでしょうけど。公衆トイレがあった、助かった助かった。言うて想像する限界でしたからね。ここは観光の一大駐車場になってる感じなんですね。そっか、観光バスとあると思ったけどやっぱこんだけなんです。多分普段この辺りも全部観光バス用に取ってあるんでしょうね。で、まあ、今時勢が時勢なんでこんな感じすると、あの音楽が流れてきてるんやね。あれが京都駅の方やね。まあまあ山道歩いてますけど、まあね、散歩かてらにね、ちょっと帰り気になる店もいくつかありましたからね、ちょっと寄ってってみたいなと。よしよしよし、いい感じじゃないですかね。ぶらりとしながら、もうそろそろ店が開くところも多そうですからね。まずは、すごくて、うわぁ、なんかすごいことになっとる。よしよしよし、うわぁ、なんかすごいことになっとる。相当すごいことになっとる。1時間。観光地って感じですね。はあ、おお、すごい。いや、さすが観光地の王道やな。カラーシャーシャー通勤とかね。念座か。こっから車両。いやー、そこの辺りの配達とか大変そう。キャスターも、そうね、
こういうところはやっぱしあれキャスターもあのカルティオのロック付きとかがあるとね、こういうところ便利ですよ。あのそういうのところじゃなくてもね、ちょっとしたところでもね、おお、これは大変だ。すごい、へえ、こんなカフェショップすごいね。まだ行かせてないな。スヌーピーチョコ、こんなところでもスヌーピー、なんなんだ。スヌーピーの形したチョコなんだ。へえ。いやー、かわいくて食べてねえだろ。あの最近あのクマさんのやつとか有名ですけどね、なんかあのだしになっとるクマさんやでしたっけ。であの温めるとそのクマさんが溶けてね、あの鍋、美味しい鍋になるっていうね、なんか話題になってますが、あんなもんかわいくて溶けてくるの見てくるのちょっと悲しくなってきそうですけどね、どうなんでしょうね。よいしょ、おぉ、でこっ、おぉ、ザミ揚げ物屋さん、あー、ザ修学旅行って感じですもんね。こわ、八つ橋か、通知入りとか、京都って感じじゃないですか。もうそしてやっぱしね、おお、すごい。で、こっから先は撮影禁止ね。はいはいはい。じゃあここの辺りでね、一回カメラ撮って、わあ、せっかくだから中見ていきましょう。すごい、久しぶりに観光してんな。よいしょ。じゃあ、でかいな。ほんとでかいな。あの、ね。